なるみ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おい、アルミ？あ、ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな？ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？確かに最近、アルミンのやつ夜遅くまでなんかやってて、あんまり寝てねえみたいなんだよな。あの様子、ちょっと心配だな。手分けして、あいつを探しに行こうぜ。僕の役立たず！いつからいたの？もしかして見てた？嫌なことってわけじゃないんだけど、実は少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時、壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに、調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな。その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで本当に良かったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど、本当に頼りにしてるんだ、君のこと。
ライナーとベルトルトの手からエレンを奪還した後、彼は調査兵団を支える優秀な兵士として着実に評価を高めていった。だが彼の求めるものは評価や名声ではない。5年前のあの日から彼が抱き続けた願いは、己から全てを奪った仇敵を打ち果たすこと、そして巨人の手に落ちた故郷を取り戻すことだ。それだけを胸に彼は幾多の視線をくぐり抜け、兵士としての力を磨き続けてきた。そしてついに決戦の時は訪れる。これは名もなき兵士が残した最後の記録である。なあ、俺たちこれからどうなるんだ。まずはエレンの力について調べることが優先だろうけど、具体的なことはわからない。今までとは状況が違いすぎるよ。皆さん、なんだか妙に騒がしくありませんか。ああ、言われてみりゃそうだな。後で様子を見てくるか。お前たち、急ぎ戦闘の準備をしろ。戦闘？何があったんですか？ウォールローゼ壁内にまた巨人が現れたらしい。それも以前とは段違いの数の。偵察班によれば、巨人の群れはウォールシーナへと一直線に向かっているようです。その中には先の騒動の際にも姿を現した獣の巨人の姿を確認したとの報告もあります。やはり三兵団の総力を結集し緊急防衛線を敷くのが最善であろうな。はい、ウォールシーナの陥落は人類の滅亡を意味します。それだけは避けねばならない。我々が一致団結して人類の危機に立ち向かうか。面白くなってきたな。どうやら依存はないようだな。憲兵団は引き続き市街地で避難民の誘導を進めてくれ。駐屯兵団はピクシスを中心に緊急防衛線の準備を。調査兵団は偵察を続けろ。巨人の動向から目を離すな。はっ！エルヴィンどうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。お前たちはあの獣の巨人についてどう思う？ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は知性があるとしか思えないものだった。そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人にはない未知の力を持っているのかもしれない。それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルヴィン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。もう家に帰りて。くそ、ああ、お前か。前にサシャが言ってたこと
聞いて回ったりしてねえよな。まあまあそもそも事実じゃないんだけどな。とそれより立体機動術の調子はどうだ。お、そいつは何よりだ。じゃん、さっき手紙を受け取ってたよな。あれ、誰からだったんだ。あ、お母さんでしょ。そうなんですね。うるせえ、お前らには関係ねえだろうが。お前母ちゃんからはジャンボーって呼ばれてるんだろ。よ、ジャンボー。早く返事を書いてあげましょうよ。ねえ、ジャンボー。うるせえっつってんだろ、書き扱いすんな。何しに来たんだよ。母ちゃんの手紙のことならわざわざ返事なんて書かねえからな。そういや、お前の親はウォールマリア陥落の時に母親が苦手なんて贅沢な悩みに見えるんだろうけどよ。とにかく返事を出す必要なんかねえよ。俺と母ちゃんの場合はそういうもんなんだ。さあ行くよ。敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は注目。これより我々は巨人との決戦に臨む。ウォール・シーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。俺が今一度心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。
戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。完璧だろ。救援要請を確認した。援護に向かう。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。による被害は甚大だ。精鋭班、獣の巨人の討伐に向かえ。救援要請、あっちね。シーナを突破されるわけには。相手する。巨人が邪魔だ。このままじゃ拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。戦はまだ破られていないな。このまま維持せよ。完璧だろ。よし、無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。相手する。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。あの縁談、助けが必要だな。いざ。相手する。狙い通り。完璧だろ。行ってやろう。
石はやむ。何としても倒すぞ。はい班長、見ていろ獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。獣の巨人、想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。さ、逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。なんとかして切り抜けないと。ありがとう、おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。倒す。でいざ、あんなの余裕さ。完璧だろ。防衛戦での攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思え。獣の巨人の狙いは何だ。内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。この縁談、助けが必要だな。突破される。何としても死守せよ。くそ、巨人などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。当然さ。おかげで助かったぞ。これならまだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。
間じゃ。一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。仲間たちがお前のせいで死んでいった。勝った気を取らせてもらう。始まりな。ほらよ。始まりな。ほらよ。ベルトルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。のっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。始まりだ。ベルトルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい。お前なんかには負けねえ。巨人の足を止めた。取った！エレン！やはりそれが狙いか。リヴァイ！くそが。おい、待て、エレン！エレン！奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。こんな時に立体機動装置の故障か。言ってやろう。倒す。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できる。鎧の
巨人を追う。奴らを逃がすわけにはいかない。死ねんだ。救援要請か。エレン、無理はしないで。私たちがライナーを止める。あんなの応援さ。よかった。エレンが回復したようだ。けど、まだ油断はできない。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんな、よくやってくれた。獣の巨人も引いたか。深追いはしなくていい。作戦終了だ。急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。待って、何するつもり。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。
必ず取り戻すよ。俺たちの故郷。You